ーの回をしていきたいと思います。最近夜にかけるをなんか毎日歌ってる。歌普通に5曲ぐらい歌ったりとかする時もある。結構欲張ってなんかテンションが高いとなんかそんぐらい歌う時もあるかもしれないっていう感じで、いつもね毎日平日やってるので、なんか気になったらね、よければ入ってみてねっていうね放送ね。なんか最近全然さ早く寝れなくて、っていうかね、多分ねなんかこうさ寝る前にさなんか寝れそうな寝れる BGM みたいなのかけて寝るんだけど、でなんかその BGM 聞きながらなんかいろいろこうさなんだろう、いろいろ考えてで寝れなくなってきて、体感まあ、10分ぐらい経って寝れないなってなってきた時に、気晴らしにちょっとなんか漫画でも読もうかなとか言って始めて、寝れないのはその1時ぐらいだったのになんかもういつの間に3時とかになってるとか、もうねー、いやそれ結構やっちゃうんだよな。私がね昨日読んだ漫画はね、なんかもう恋愛漫画みたいなの読むんだけど、なんかそれもねこう寝る前だからあんま頭をね使いたくないのよ。だからなんかもう本当に定番中の定番みたいな、もうなんか王道を行くみたいなね恋愛漫画をね読んだりするかもしれない。昨日見つけた漫画すんごいドキドキした。学校一のもう王子様みたいな扱いされてる人から好かれて、でその人がでもちょっと古典的な人だから、なんかなんだろうね、誕生日会は3日にかけて武道会を開くみたいなわけのわかんない設定なんだけど、でもねなんかね紳士的すぎてめっちゃねドキドキした。あ、ラブコメ、そっかラブコメディでは、あでもコメディっぽいよなんかね。やっぱ紳士的な人いいな。いやー、ということでね、ハートンにも紳士的なね、男性になってください。こう、なんて誠実で、すごいこう思ってくれて、しかもそれを正直に言ってくれて、やっぱね、女の子はね、こう、行動とか、言葉でね、好きってのを言ってくれるのがね、あれ、行動とか言葉って言った？どっちもやん。そういう感じの男の人が好きだからね。いや、みんな紳士、紳士なね、時もある。紳士なクソリップ送りますって。確かに企画やるときは紳士だ、紳士すぎても困るかもな。よく考えたら。最近本気で四六時中ハートムのことばかり考えちゃうんだけど、どうすればいいかな。おかげで全然仕事に集中できない。嘘！いやー、そんな相談が来るとは。なんかあれじゃないの、例えば今日のさ午後にハーチャマの配信あるからそれらで頑張ろうみたいな、そういう感じ、そういう感じ。これに関してはそう、糧に頑張ってくれればってのある。他にストレス解消法を教えてください。そうだなー、あれだね、多分ストレス解消法ってわけじゃないけど、なんかちょっと抑えられるかな、仕事がしんどいのが抑えられるかなって思うのは、朝とかにさ、今日仕事しんどいから始めるんじゃなくて、あ、今日も仕事だ、頑張っちゃおうみたいな、なんかもう謎テンションぐらいの勢いで、なんかもう自分からテンションを作ってく、結構脳が錯覚するって言うよね、そういうの。ストレス解消法、読書がいいとか言うけどね、読書、瞑想こんな感じかな。やっぱなんかちょっと心を落ち着かせるのがいいんじゃない、なんかそういうおすすめのねストレス解消法とか見てると、そんな感じがするー。